これとこれとこれと、うん、先生、診察の準備ができました。先生、何やってるんですか？明日の学会の準備だよ。それプッシュポップでしょ。バレちゃったか。もう診察始まるよ。大丈夫、来たらやめるから。これ全部伊之助が飲んだのか？炭治郎、これうまいぞ。お前も飲んでみろ。僕は今喉乾いてないから大丈夫だよ。それより伊之助、これゴミ箱に捨てないと危ないよ。ゴミ箱ってなんだよ。危ないってなんだよ。ゴミ箱はこれ、飲み終わった缶はゴミ箱に捨てるんだよ。僕も手伝うから一緒に捨てよ。そうだったのか、知らなかったぜ。じゃあゴミ箱に入れるよ。炭治郎。あ、善逸。おい、どうしたんだよ。痛いよ、頭が割れそうだよ。物が二重に見えるよ。なんでこんなところに缶が落ちてるんだよ。善逸、大丈夫か？すごく痛いのか？すごく痛いよ。念のため一緒に病院に行こう。伊之助は缶を片付けておいてくれ。わかった。こんにちは。どうしましたか？転んで頭をぶつけました。診察お願いします。先生呼んでくるので、ベッドに横になってください。先生、先生、またプッシュポップしてたの？患者さん来たよ。はいはい。頭を強く打ったんですね。じゃあまずは脳を診察していきます。頭に異常はなさそうなので、傷口の消毒をしましょう。おー、よかった。善逸くんの大好きなねずこちゃんの絆創膏を貼ります。ねずこちゃんの絆創膏を貼ったら痛くなくなってきた。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったよかった。炭治郎、お待たせ。よし、行こうか。うん。コキンちゃん、ポテト食べる？うん。コキンちゃん、咳が出るね。なんだか少しだるいの。風邪をひいてるといけないから、熱を測ってみよう。脇にしっかり挟もうね。ドキンちゃん、熱がすごく高いよ。病院に行こう。うん。すみません、お熱があるんで診察お願いします。今先生呼んでくるので、ベッドに横になっててください。先生、先生、わあ、こんなにプッシュポップ出して。患者さん来ましたよ。ほいほい。お熱が高いのね。じゃあまず聴診してみるね。少しお腹がゴロゴロしてるね。お口あんしようね。あーん、喉もちょっと赤いね。風邪なので、この飲み薬を1日3回飲んでください。食べ物はうどんとかおかゆとか消化のいいものを食べてね。もし熱が下がらなかったら、
また明日病院に来てくださいね。ありがとうございました。コキンちゃんよかったね。お家に帰ろう。うん、お大事に。あー疲れた。もう終わりだからお片付けしようっと。よし、片付け終わったから帰ろっかな。あれ先生は？まさかまたこんなに散らかして。ミニちゃんこれ面白いよ。もうねね帰るからプッシュポップちゃんと片付けて帰ってね。さようなら。あ、ねねちゃん面白いのにな。片付けめんどくさいな。大きなやつから片付けよう。あれ、こんなの持ってたっけ。面白そう。わあ、なにこれ動いてる。どうなってるの。片付けようと思って寝ちゃったんだ。夢だったんだ。よかった。さあ今度こそ片付けてお家に帰ろっと。これって夢に出てきたやつだ。